どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、皆さん KC カップはいかがお過ごしでしょうか。今 KC カップ中なんじゃねえかな。ちょっとまだこれオープニング撮影してるのがまだ15日とかなんで、いつこの動画公開するかわかんねえんだけどKC カップの、デッキを皆さんが調整している中で、このね、私はですね、超兵器、じゃあなんだっけ、超装甲兵器ロボブラックアイアン G デッキをね、全力で調整します。最高になんか俺って感じするねこれめちゃくちゃみんな頑張ってるんですよ今、多分 KC カップめっちゃみんな頑張ってる。 KC カップで結構まあ皆さんデッキ調整してると思うんですけど、なんか俺なんかブラックアイアン G デッキ本気で調整してるんで、最高に俺って感じがしてなんかいいなって思ってるんですけど、このモンスターを今日はですね活躍させます。絶対に俺はこいつ勝つんや。誰や、そしてこれ何やこのモンスター、どういう効果を持ってるか説明していきましょう。超装甲兵器ロボブラックアイアン G、 このカード名の丸1番丸2番の効果はそれぞれ一旦に一度しか使用できない。あー制限きついな。丸1番、自分の墓地に昆虫族の同名モンスター、同じ名前のモンスターが3体存在する場合、そのうちの任意の数だけ装備して特殊召喚できます。まずもう条件きつくない？同じ名前のその昆虫族モンスター3枚が墓地になってきたんですよ。これクソつらいですよね。でこのカードの効果で装備しているモンスターカードを墓地に送ると、墓地を送ったその昆虫族モンスターを装備してるんですよね。装備モンスターの攻撃力以上の攻撃力を持つ、フィールド上の相手のフィールド上のモンスターを全て破壊する、つまり実質ライトニングボルテックスが打てると。実質ね、攻撃力以上なんてなってプチモス装備しとけば2、300以上のモンスターだからだいたい全部死ぬじゃん今日はですねこれね、ブラックアイアンジゴキブリに虫つけるっていう何やこのデッキ、このデッキ何や、こういうデッキをね使っていきたいと思ってます。で要はプチモス装備してプチモスさ外してさ効果発動すればさ300以上のモンスター全部死ぬんですよ、相手のフィールド上の。つまり全員死ぬんですよ。もうサンダーボルトですよね、もはやサンダーボルト。で、まあ、どうやって、まあ、じゃあ、このモンスターを墓地に送るかという話になっているわけですね。でですね、デュエルリンクスにもね、いろんな墓地送りギミックはあるんですけども、新しくね、この、やっぱ高等儀式術がね、追加されたことによって、すごいいろんなことができるんですよ。これで、プチモス送りましょう、今日は。で、スキル儀式の使い手にしてるんで、最悪プチモンスターがゴキボール入れてるんですけどまあゴキブリやからね、ゴキボールどうしても入れたくて、どうしても1枚入れたくて、ゴキボール1枚採用しました。で儀式の使い手で1枚引いちゃってもその小伝いしてバック除去しながら戻せるんですよ、デッキに。だから高騰がやりやすくなるんですよね。これめっちゃ強いです、このギミックが。であとは要は4567なので7儀式、まあ、これ8儀式とかにしてもいいんですよね。やっぱできれば通常モンスターたちはその引きたくないからデッキのに枚数を少なくしたいんですよ、採用する枚数を。だから極力少なくしたくて4枚にしました。完全4枚でゴキボールとプチモスで出せる7の一番強いのは、まあ、マジチャボカオスかなと思うのでマジチャボカオスにしましたね。はい。でゴキブリ持ってこれるようにレズナンスインセクト、これ墓地に送られると、フィールドから墓地に送られると昆虫族サーチできるんで、なのでこれ持ってこれるよと。であとは儀式ギミックのサポート、リチュアと、まあ、小助祭ですね。この儀式の使い手っていうね、このスキルがすげえ強くなってるんで、まあ、いろんな儀式デッキ強くなるんですけど、小助祭打つだけで手札の安定感が一気に増すんですよ。1000ライフ減るとランダムで儀式モンスターか儀式魔法をどっちか持ってこれるよと、手札戻してね、1枚なので引いちゃったやつ戻せるんですよね。で戻して、この辺を引くということができるんで、はい。ということでともうなんか最高だわ、こういうデッキ一番楽しいわ。はあ、もうなんかねブラックフェザーとかね、何今の環境デッキって打天使とかなんか召喚獣とか、ああいうの触ってる時間あるんだったら、ね、俺はねこういうデッキ触っていたいと思ってますKC カップやれっていうね。ということでゴキブリぶん投げていきましょう、デュエルスタンバイ。さあお相手の方
海馬木馬選手、あー手札つい、手札つい、あ黒い旋風 OK、 ブラックフェザー了解、黒い旋風 OKOKOK、 もうぶん回せぶん回せぶん回せ、なんか3体一気に並べろ、アーバイ OK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 、 ちょっとお願いしよう、マジで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 頼む、プチボス引くな、絶対プチボス引くなよ、頼むこれプチモスかゴキボール絶対引かないで、頼む頼む、オッケーオッケー、黒い旋風は全然オッケー、展開しろ好きに展開しろ、だからてめえをぶち殺してくれる、ちょっとマジで頼む、デッキトップマジでプチモスだったら俺怒るからね、本当にちょっと待ってマジで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 頼む頼む、今すごい整ってんだって、てかだリズムに乗ってんだよ、今リズムに乗るぜ、オッケー、ね、ゲイルオッケー、ねえ、7シンクロからのオロシかな、これシンクロモンスター3体並ぶパターンですかね、3体じゃねえや、それ2体か、雷系でオッケーで、オロシですか、オロシからのホークジョー、オロシホークジョーで、ホークジョー効果でシムーン釣り上げてタイムドですよねいけるぞ、ホークジョーオッケー、ホークジョーオッケー、ホークジョー吐くで、ホークジョー効果シムーン守備表示特殊召喚吐く、オッケー、よしよしよし、伏せなしで伏せなしでタイエンド、よーしいける、ドロー、よし高等技術発動、俺はデッキに存在する通常モンスター4体の魂を墓地に埋葬し、今こそ復活の狼煙を上げよう、マジシャンオブカオス降臨、そしてさらに俺は墓地に存在する同盟モンスター、同盟昆虫族モンスターが3体いる場合、手札より超装甲兵器ロボブラックアイアン G を特殊召喚できる、プッチボスを装備ハイパーフォーメーション、そしてブラックアイアン G の効果発動、ハイパーブラックインパクト、どれ？うわあ！うわあ！バトルベース！くれ！アルティメットブラックインパクト！ゴッキーボールダメんな！対戦ありがとうございました。さあお相手の方、イシュタール選手よろしくお願いします。デュエル3倍。あーこれはマジでゴキブリ、マジでこれはゴキブリゲーやな、ゴキブリが引けるかどうかやな、あとはちょっと頼むマジで、ちょエヴァンゲリオン来て、私の中のエヴァンゲリオン初号機エヴァ初号機、エヴァ G 号機、エヴァ G 号機来い、あーオッケー、レッドアイズオッケー、レッドアイズ把握、レッドアイズ把握、あーブラックメタル強えな、ブラックメタルオッケー、そこまでにしてください、お願いします、ブラックメタルそこまでにしてください、ブラックメタルさんをそこまで、あ墓所封印オッケー、墓所封印、あでも装備はできるよな、装備はできるからゴキブリを引き、いやあちょっとオッケー、それはオッケー、ちょっとトレーサーやめて、トレーサートレーサーやめて、ちょっとトレーサー持ってくんだやめて、お願い、ブラックメタル、でもささっきさトレーサー送ってたんだよ、トレーサー融合で送ってたんだよ、いやこれ多分ね、いやオッケー、あなるほど、もう多分トレーサーないのかな、入ってないパターンなんじゃないこれ、でこれ戻してモンスターカード持ってきて、で高等技術発動、俺は手札に存在するマジシャンオブカオスの生贄素材としてプチモスプチモスプチモスゴキボールを墓地に送るぜ、さあ今こそ復活の呪文を開けよ、マジシャンオブカオス、そして墓地に昆虫族の同盟モンスターが3体存在する場合、このカードは手札から特殊召喚される、超装甲兵器ロボブラックアイアン G、 スーパーハイパーネオアルティメットフォーメーション、はっはっ、そしてアルティメットブラックインパクト、はっうわゴキジェット噴射、5秒前5 4 3
2、1、発射。対戦ありがとうございました。いやエヴァ10号機全然決まんねえ全然決まんねえんだけど、あもう引いちゃうのやめろって。あでもこれワンチャンあるか、これワンチャンあるぞ。あいわとね、ほらこういうことされるのマジきついわ、ほんまきついわ。オッケー、コズミックサイクロンでもまあ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 、まあ、単純に殴ればいいからね。こういうデッキはこういうデッキは単純に殴ればいいって相場決まってんだよ。で魔球のワイドね、魔球のワイド、まあ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 、まあ、問題はないで、好きだぞ。で引いてしまったプチモスを手札からデッキに戻して魔法カードを持ってくるぜ。そして高等景色を探そう。俺はデッキに存在するプチモスの魂を、あええ、終わりです。